藤浪、151キロのとんでもないスプリットを投げてしまう。オリオールズの藤浪晋太郎投手が25日、日本時間26日、本拠地で行われたロッキーズ戦で、移籍後初勝利となる今季6勝目を手にした2回1安打無失点の好投で逆転を呼び、ブランドン、ハイド監督も、藤は今日の試合の最優秀投手だ、と激賞した。今季50試合目の登板となった藤浪は3対4の7回から2番手で登板わずか12球で1イニングを三者凡退で終えると回またぎとなった8回は先頭2安打を許すも後続を絶った。3試合連続無失点の投球を見せると直後に味方が逆転、移籍後16試合目の登板で白星が舞い込んだ。オリオールズのハイド監督も、藤は今日の試合の最優秀投手だ、と激賞した。2回を2奪三振無四球無失点の好投、ええやん。今日はパーフェクトな藤やったな、俺たちの藤。オリオールズ移籍後の藤浪、16試合1勝0敗1ホールド1セーブ17回21奪三振防御率 4.76、 印象ほど防御率良くなってきた。なんか微妙やな、マイナー当落線上のどこにでもいる平凡なリリーフやん。ホールドもセーブもついてるし、守ることない勝ちたい一角やな。これまっすぐ主体で三振取れるようになってるのええな。またこの試合で藤浪が投じた魔球にファンの驚きが集まっている。7回1したらブラックモンに投げた外角低めの151キロのスプリットで左打者の外角へ逃げるように滑り落ちている。えっく、これは打てないだろ、こんなシンカーみたいなスプリット投げてた。マジでええ球放ってんね俺たちの藤浪。150キロ超えスプリット、160キロ超えフォーシームで6勝目なんか、大リーグで生き生きしてる。ようやってる。来年もオリオールズかは分からんけど、契約はどっかかしらあるやろ。ここ5試合に死球なのも嬉しい。怪我に気をつけて無理せず自信を持って頑張ってくれ。